武藤純久は日本の男性彫刻家、画家、仙台市出身。1973年に東京芸術大学を卒業しヨーロッパに渡る。イタリアのローマと彫刻の街、ピエトラ・サンタにアトリエを構えて大理石の彫刻を中心に抽象的なテーマの彫刻を制作している。1997年にピエトラ・サンタでベルシリア小国サイングランプリを受賞した。 作品、風の勘、パックス2000は2000年7月25日にカステル、ガンドルフォにあるローマ教皇の秘書用の理給に永久設置された。その後、風の勘と題した彫刻作品を世界各地に設置している。2019年6月9日には、秋島市の昭和の森内に大理石彫刻園を開園させた。仙台国際センターのモニュメント、風の 韓、パックス202012年末まで宮城県が移植した宮城夢大使を務める。1991年10月31日に札幌市の渡辺和夫特殊老子の松山正則が共同で発見した小惑星6098に対して国際天文学連合は2009年10月に武藤準九にちなんで武藤準九と命名した。 あえら2000年9月25日号、https、www. 読売 COJP、ローカル、トキョタマ、ニュース、2019万608トント5万159、宮城梅大使、ディスカバリーセルカムスタンセス、ナンバードマイナープラネッツ。ありがとうございます。